レットガールズ。これくらいで重いとか言ってるなんて、アヤはまだまだだな。アキさんは力持ちですからね。元救護部の私なんて。何を弱気なことを言ってるんだ。今は正式なレンジャー部員、ビシビシ鍛えていくからな。さんは手ぶらなんですね。私にはルミさんの護衛という任務がある。荷物を持っていては有事の際に対応できないだろう。そういうことでございますわ。私も模擬刀が使えたらよかったかも。あと何キロあるんだろう。ルミさん、今回の任務では専用の車を使用することはできなかったのですか。私も提案したのでございますが、マイが反対したもので、誠に申し訳ございません。マイのやつね、自分は校外業務で忙しいからって。思えば休憩を取っておりませんでしたわ。私としたことが気がつかずに申し訳ございません。ちょうど半分ぐらいまでは来てるかな。よし、一度休憩とするか。アキさんの許可をいただけるのであれば休憩いたしましょう。私は炭酸のやつ、500ミリリットル缶ので頼む。私はお茶で。くれぐれもそのまま帰宅するなよ。私はフルーツのでお願いいたしますわ。もしそのまま帰宅された場合は、商品の値段を倍にさせていただきますので、ご注意を。できますので安心してください。この間の夏季合宿は暑かったな。ハプニングもありましたからね。まあレンジャー部にとってはプラスとなるハプニングでしたが、あやちゃんは救護部への移籍を諦めたようですが、よろしいのでしょうか。夏季合宿が終わってからしっかり考えました。そして出した答えが、今ここにいる私、日野本彩です。よく言った。それでこそみなぎの認めたバレットガールさ。私は日野本を認めたわけではないです。ただ火が炎となるところを見てみたいとは思っていますが。購買部もできる限りのサポートをさせていただきますわ。よーし、
アヤの気持ちが変わらないうちに学園に向かうぞ。もう休憩は終わりですか？アヤちゃん、これもお願いいたしますね。野獣馬が集まってるわけじゃないから事件や事故じゃないな。日の本、今の私たちは重要任務を遂行中だ。面倒ごとに首を突っ込んでいる暇はないぞ。あやちゃんの性格からしますと、私ちょっと行ってきます。すみませんが、これをお願いします。おい、日の本、なんでいつもそうなるんだって、思い。よし、副部長の私が許す。元気に行ってこい。ありがとうございます。あきさん予想通りでございましたわね。私たちは先を急ぎましょう。これをこうしてこうすれば、あら、うまく巻けませんね。やれやれ、包帯の巻き方は世界共通だと思うけどな。あの、大丈夫ですか？何かお手伝いできることありませんか？メッシー、助かります。実はランの包帯が取れてしまって。この子、高校生かな。包帯の巻き方なら任せてください。かたじけない、かたじけないって。綺麗な瞳。どうした？外国人が珍しいのか？すみません、綺麗な瞳だなと思って。あ、ガーゼも交換した方が良さそうですね。念のため消毒もさせていただきます。救急品を常備しているとは驚きました。これとこれを使って、くー、しみるぜ。少し我慢してくださいね。よし、あとは包帯を巻けば大丈夫です。うまいじゃんか。ファンタスティック。これでも中等部までは救護部に所属していたんですよ。道理でうまいわけだ。でも中等部までだって？高校生のようですが、今は救護部ではないのですか？はい、今はレンジャー部に所属しています。恥ずかしいことに入部届を間違えて提出してしまって、今もそのまま所属しています。普通、間違えて入部届出すことなんてないだろう。間違ったなら提出し直せばいいと思います。まあ、いろいろありまして。完璧です。これでもう大丈夫ですよ。
ありがとう。ランもしっかりお礼が言えるのですね。それじゃあ、私はもう行きますね。え？せっかく知り合ったんだから、もっと話そうぜ。そうです。好きなアニメとか聞きたいです。これからタコートの模擬戦の準備とかいろいろあって忙しいんです。ごめんなさい。そっか、残念だな。でもまたどこかで会えたら声かけてくれよな。その時は朝まで語り明かしましょう。はい。その脚力、レミといい勝負だぜ。一体何があったのでございますか？怪我をしていた子がいたので応急処置をしてあげました。さすが元救護部のあやちゃんですね。さぞかし華麗な包帯さばきだったことだろうな。あやの救護っぷりを見たかったな。あれかどうかは分かりませんが、包帯の巻き方なら自信はあります。マガジンへの玉込めにも自信をつけてほしいものだがな。ほら、荷物だ。玉込めはまだまだ勉強中ですので、重いです。あやちゃんも合流いたしましたし、先を急ぎましょう。ええか、いよいよ数日後はタコートの模擬戦や。相手はエルダ学院レンジャー部。一度も勝ててないうちの学園に対しては強い思いがあるようや。その思いもあり、今年の模擬戦で好成績を収め続け、念願の我がレンジャー部との模擬戦となった。まあ相手がどこであろうと模擬戦に負ける気はない。あんたらもその気持ちでよろしく頼むで。ええな。いよいよ始まるのね。楽しみだわ。だからどんどんやればいいのにな。ありがたいことに模擬戦の志願は多く来たるが、有意義な相手でなければ意味がないかと。戦利品がお菓子なら参加してもいいよ。
今回の模擬戦もできればサポーターに徹したいところね。エルダ学院と対戦することになるとは思いませんでした。日の本、いつものような元気さがないぞ。あれあれ、もしかして緊張してるのか。はい、初めてのタコートの模擬戦、すごく緊張してます。模擬戦といっても、いつもの部活の模擬戦と同じよ。だから、何も心配することはないわ。いつも通り、正式に使用許可を受けた武器や兵器で、実戦さながらの戦いを行えるのだ。一緒に楽しむぞい。いつもの部活と同じく、弾薬は模擬弾。衣装もダメージを軽減する効果が発動するし、何も問題はないわ。衣装が破損すると少し恥ずかしいことになるけどね。どう？大丈夫そうでしょ？何かあれば私がサポートしてあげます。はい、皆さんがいてくれれば大丈夫そうです。よろしくお願いします。よっしゃ、アヤも腹をくくったようやし、模擬戦の前哨戦と行こうやないか。模擬戦の前哨戦ですか？私が統括するエリアでバトルの基本をおさらいっていう感じかしらね。言っておくけど、手加減はしないわよ。うちも出撃したんやけどな。どの任務に出撃するか決めるんや。岬森の病薬、出撃 OK です。1年 B 組にバレットガールズ、出撃の準備が暴れさせてもらうで。こちょばを感じるよ。でも好きなんだこの時間。行くよ。それじゃあ射撃の説明を始めるわよ。モブダック訓練は積んでるのよ。
OK ね。説明は以上よ。次は敵をすべて撃破してみて。チェンジ。出撃するか決めるんや。うちも出今日も元気なバレットガールズや。岬森の領域か。今日も元気なバ…うちも出撃した岬森の領域出撃の準暴れさせてもらうで。ここはバレットガールズや。どの任務に出撃するか。出撃前にお花摘み。夕飯の支度の時間までには。今日も元気なバ。出撃の術、出撃するで。ふふふ、本気でかかってこないと止められないぞい。行くぞい。それじゃあ、特殊操作の説明を始めるわよ。やめる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 や
こっちだぞ、チェンジ。基本を再確認する任務ではあったが、簡単であった。そうであるな、サキ。当然だよ。簡単すぎてお菓子を食べながら成功できた。ねえ、誰かサキが出撃したところを見た？残りのコード任務もすぐに成功させてやるぞい。模擬戦が始まるのは明日から。ですので今日中に成功させないといけませんね。この中の誰かが成功すればいいんだし、楽勝だよ。今回の模擬戦の相手は歴代の先輩方も一度も負けたことがないエルダー学院。当然今回も負けるわけにはいかん。ということは模擬戦にふさわしいバレットガールズしか参加させるわけにはいかんということや。そこでコード任務に成功できなかったやつは模擬戦への参加は認めん。模擬戦へ不参加ということは成績も取れんということやな。正確には成績を取れるチャンスがないということ。どうや我が部員たち。とんだ模擬戦の前哨戦になったぜ。部活をよくサボり成績が取れていない先にとって模擬戦への不参加は死活問題。にゅー、やればいいんでしょ。やれば他校との模擬戦に勝ち続けている理由を再認識したわ。勝ち
目のないやつを参加させるほど甘くはないということか。上昇、それが三崎森学園がトップクラスに君臨できる理由。私もコード任務を成功させます。だから全員で模擬戦に参加しましょう。それでこそうちのレンジャー部員や。ほな、舞のコード任務見事成功させてくるんやで。うちも出撃したんやけどな。どの任務に出撃するか決めるんや。どの会話イベントを確認し、どの任務に出撃。今日もうちも出撃したんやけどな。今日もうちもどの任務に出撃するか決めるんや。サポーター出撃の順暴れさせてもらうで。何事も基本が大事ということですね。さすがユリナちゃんね。この模擬戦でも綺麗に料理してあげます。機能を紹介しちゃうわ。模擬戦の前哨戦も無事に成功いたしました。舞さん、ありがとうございました。ユリナも問題はなさそうね。
うちの部員として初の他校との模擬戦頼むわよ。なんとか全員がコード任務に成功できたわね。あなたたちの模擬戦に対する熱い気持ちを感じたわよ。今回の模擬戦ではコード任務を成功させた後は尋問特訓が可能よ。思う存分やってあげてね。よし、統括していたバレットガールズを思う存分尋問特訓してやるぜ。無論手加減するつもりは毛頭ない。お菓子を食べながらやってもいいのかな。尋問特訓アイテムも新商品が増えているようだしね。ふっふっふ、ルミッコには特別注文しておいたのだ。特別注文ですか。タコートのバレットガールズを尋問特訓か。ドキドキしてきたよ。それでは準備をしてくれるかしら。マイ、何をしているんだ。何って尋問特訓の準備だけど。これは模擬戦の前哨戦。前部長の尋問特訓は不必要かと思いますが。マイマイを尋問特訓できるのは嬉しいけど、模擬戦が終わってからにとっておく。尋問特訓は前哨戦直前の部活で集中的にやりましたしね。うにゃーん、私はかなりやられたのだ。いいお声が出ていましたよ。マイさん、そういうことですので、模擬戦が終わってからたくさんやりましょうよ。せっかく尋問特訓されようと思ったのに、残念だわ。わかったわ。それじゃあ、最終作戦会議を始めましょう。皆さんがおやりにならないのであれば、代わりに舞を尋問特訓させていただきますわ。お断りよ。勝手に私に触れないで。ふぅ、私じきじきに舞を尋問特訓してあげたかった。相変わらず海に対しては手厳しいな。エルダ学院レンジャー部の基本的な情報は以上よ。そして最後にこれを見ておいてもらえるかしら。なんだこの資料は。まさか追加参戦者の資料とかじゃないだろうな。そのまさかよ。4人だけかと思ったけど2人追加されたわ。今年は優秀な新戦力が入部したという情報があったけど、もしかしてその新戦力かな。1年生のようだが、なぜギリギリで参加登録されたのだ。私立エルダ学院に在籍していた金園と同学年。金園、この部員を知っているか。在籍していたのは3ヶ月程度でしたが、1年生は私一人でした。でも私が転校する前、交換留学生が入部することだけは聞いていましたが、その方が新戦力かは分かりません。このジェリーニュアージュ、どう見ても外国人だ。
この生徒が交換留学生と判断してよいだろう。どれどれ、綺麗な瞳をしているね。それにもう一人、冴島蘭という1年生が追加参戦らしいわね。この子が入部してからの模擬戦は連戦連勝してるのだ。どれどれ、勝利の女神かも。この2人の1年生が入部したおかげで総合力が上がったと判断して間違いなさそうね。この2人、まさかあの時の？あや、どうかしたのかしら？いえ、なんでもありません。いよいよ、明日なんだね。あやちゃん、まだ緊張してるの？大丈夫。ゆりなちゃんの方こそ大丈夫？今の私は三崎森学園のレンジャー部、しっかりけじめはついています。明日絶対に勝とうね。はい、絶対に勝ちましょう。秋の夜長、スズムシの音色が心地よい。みんなで夜の散歩も楽しいのだ。今宵は満月、本当に綺麗だわ。お団子が美味しい。いよいよ明日は私立エルダ学院との模擬戦、支度はできているの？待ちに待ったタコートの模擬戦、思う存分暴れてやるのだ。こんな時間でも相変わらずのテンションね。あげを頑張るよ、アボン。私たちは全国に一目置かれている三崎森の四段岩、不甲斐ない立ち回りは断じて許さないからな。当然なのだ。この私が勝利を決定づける一撃を華麗に決めてやるぜ。最前線は任せたわ。その代わりサポートは任せなさい。眠いよ。いよいよ千春が部長を務めるエルダ学院との模擬戦が開戦するのね。千春と会うのは中等部選抜以来か。まさか共に世界と戦った戦友が相手とはな。懐かしいですわね。千春の武器の改良は要望が多く大変でしたわ。ここ数年エルダ学院レンジャー部は部員に恵まれず、全国ランキングも上がってこなかった。だから私たちも相手をしたくてもできなかったんだよな。千春の実力を知ってるだけに残念だった。でも今年は優秀な新戦力が入部したようで連戦連勝、晴れてうちとの模擬戦が実現となりましたわ。高等部に進学してからの千春、どれだけ成長しているか楽しみだわ。まあ遅かれ早かれ相手になるとは思っていたけど、卒業までに弾丸を交わえることができて嬉しいぜ。他の部員の実力も気になるところですわ。十分注意しないと。
三崎森学園とエルダ学院の模擬戦、いよいよ始まるんやな。楽しみやで。さて、うちも準備せな。今から数時間前に両校で模擬戦の開戦が認められたわ。いよいよ模擬戦が開戦よ。みんな準備はできているわね。はい。舞部長、表情が優れませんがどうかいたしましたか？驚くことに、すでに我が三崎森学園領地が奪取されたわ。もちろん全ての領地ではないけどね。この数時間で、まさか本体が総攻撃を仕掛けてきたのですか？本体より先に先方として一人のバレットガールズが出撃したそうよ。とは言っても多数のモビーを率いているけどね。モビー、うちでいうところのモブの部員というところでしょうか？一人で領地をダッシュですか。やりますね。情報によると、出撃したのは天与の弾丸、冴島蘭、1年生よ。多分優秀な新戦力の一人だと思うわ。天与の弾丸、冴島蘭。戦力分析書によると、そのバレットガールズは相当な問題児らしいな。優秀な新戦力の上、相当な問題児。なんだか相手にするのは大変そうですね。そこの二人と比べてどっちが問題児かしらね。何を！もももまあそのくらいにして準備を急ぎましょう。あや、出撃前に戦力分析書を再確認とはいい心がけだぞ。こいつが冴島蘭だ。実は私、この銀髪の子に会ったことがあるんです。なんだって？いつ？どこで？数週間前、ルミさんのお手伝いをした帰り道で。もしかして途中で手当てした子か？はい、この金髪の子も一緒にいました。なんていう偶然だよ。でも、もっと早く言ってくれてもよかったじゃん。すみません、言いづらくて。もしかして模擬戦に参戦できたのは怪我の手当てをしたおかげかもしれないからかしら。はい、怪我が治らなければ参戦しなかったかもしれないですし。優秀な新戦力と弾丸を交わうのも悪くはない。相手のレンジャー部員を全員倒さないと意味がないわ。どれくらいの問題児なのか会ってみたいのだ。お菓子好きだと嬉しいな。お互い納得のいくメンバーで模擬戦ができた方がいいですからね。そういうことだぜ、アーヤ。感謝してるぞ。皆さん、ありがとうございます。じゃあ、準備を急ぎましょう。
し簡易任務を成功できたら相手をしてやるよ。まあ無理だと思うけどな。モビーの皆さん、くれぐれも私の手を煩わせないようによろしく頼むぜ。元気なうちも出撃したんやけどのにうちも出撃したんやけどな。